はいどうもこんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、SMBC 三井住友銀行デビットカードを作るなら今3つのお得を解説ということで、今回は三井住友銀行が提供する s n b c デビットについてですね。この動画では三井住友銀行の SMBC デビットを作成を検討されている方、そして現在利用されている方も参加可能なキャンペーンについてサクッとお伝えしますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう まあ、そもそも SNBC デビットとは何ぞやって思う方いらっしゃると思うんですけども、こちら三井住友銀行が提供するデビットカードというものでございます。まあ僕も動画でね、過去紹介したことがあるんですけども、こちら僕が持ってる SNBC のデビットカードでございます。前持ってた件名とちょっと違ってるんですけども、今僕が持ってる SNBC のデビットカードはタッチ決済が可能でございます。で、この SNBC デビットカードの特徴なんですけども、ざっとまとめるとこんな感じかなと思います。V ポイントが貯まったりですとか、年会費無料であったりとか、もちろんデビットカードなんでね。で、作成できるのは、15歳以上中学生 除くとととととといいううこここででででで作成がが可能ですすすす決済時なんけけどもも還還元元率は0.25%のキャッッシュバックを受けることができるるききか V ポイントとしてまちなみに、この三井住友銀行の ATM の手数料なんですけども、今出てるようなご覧の通りとなっております。ちょっと今回は詳細省くんですけども、例えば、ここですね。SMBC ポイントバックで所定の条件を満たすと、ATM 手数料が月最大3回まで無料であったりとか、25日と26日は ATM 時間外手数料無料であったりとか、まあこういった感じで特典もあったりします。 で、今回はその SNBC デビットカードの、まあ、お得なキャンペーンということで大きく3つに分けてお伝えします。まず1つ目はこちらですね。SNBC 紹介キャンペーンということで、これが結構今回熱いんですよ。まあ、実際の公式ページを見ながらですね、どんなキャンペーンなのか見ていきましょう。お友達はご家族を紹介してポイントゲット SNBC デビット紹介キャンペーンということで、こちらのキャンペーンですね、9月1日からすでにスタートしておりまして、10月の31日まで開催中でございます。で、今回のこのキャンペーンですね、紹介した方も、紹介された方 も V ポイント1000円相当が何度もらうことができるんですよねで紹介される方はですねお一人様につき最大100名様まで得点付与されるということでまあ、100名ね友達を招待してまあ、上限までもらうこともできますしで紹介してもらった方はですね SNBC デビットを作成した後に利用する必要がありますでさらにまあ、ちょっとここは大丈夫だと思うんですけども紹介した方された方から抽選で10名様にヨギウォーマックスをプレゼントということでね まあ、予備部欲しい方からすれば嬉しいかもしれないですね。で、今回のこのキャンペーンのポイントを受け取るまでの流れということなんですけども、まず紹介する方はですね、このページ内で紹介コードを発行することができます。で、そこから、まあ、ま、SNS やったりとか LINE とか、まあ、そういったものを使って紹介すると。で、紹介してもらった方に関したら、エントリーをした後にデビットの入会、まあ、いわゆるその SNBC デビットカードを発行すると。で、デビットの利用ということで、まあ、やることとしたら発行して使うだけっていう感じですね。しかも期間中に1回以上 SNBC デビットを利用して、 しますとということです、す条件は結構緩いいかなと思います、ね、で今回の、ここの利用しますっていうところなんですけども、まあ、例えばなんですが、新規で発行される方に関したら、まあ、招待コードをですね、エントリーフォームに入力をすると、その後にデビットに入会、いわゆるデビットカードの発行の手続きをすると、そこから1回以上の利用が条件ということなんですが、まあ、例えばなんですが、今日ツイッター上ですごい話題になってたんですけども、アマゾンギフト券で、まあ、最低でも15円購入したりとか、うまい棒10円とか、とりあえず使うだけが条件なので、 ま、低い金額でね、お買い物すれば、まあ、さらにね、お得に1000円をゲットすることができます。ちなみに僕の招待コードはこちら CP00027000700 ですので、ぜひ使っていただくとテンションが上がります。このキャンペーンについての詳しいところはですね、まあ、下の方に詳細が出ております。 まあ、よくあるご質問ということなんですけども、ここにですね、例えば今回ですね、本キャンペーンを紹介された時に口座を持っていなくてもエントリーできますかという風うに出てるんですけども、おそらくですね、僕の視聴者さんの中でも、三井住友銀行を持ってない方も中にいらっしゃると思うんですよね。その場合は、できますということで、エントリーした後に、キャンペーン期間内に口座の開設を行って、デビットの申し込み、そして利用を行ってくださいと。そうすることで、今回のキャンペーンに参加することができるということですね。で、非紹介者はエントリー時に天板、 入力いただく必要はございませんと。 そうなんですよね。この右下にですね、いわゆるそのエントリーするフォームがあるんですけども、実際にクリックすると、いわゆるその、いわゆるエントリーフォームが出てくるんですよね。これは紹介してもらった方のエントリーフォームなんですけども、まあ、こんな風にね、いろいろ入力していっていただいて、まあ、ここでね、先ほど僕のお伝えした紹介コードを入れていただく嬉しいんですけども、そこでこういったところに入力していただいたりとか、ここですね、視点口座番号ということで、店番とか口座番号は今回こちらまだ新規で作成される方は任意ということになってますんで、もし持ってる方は入力してくださいということでございます。なのでね、まあ 持ってない方でも、もととととりあえずこここのペーージからエントリーを先に、ね、行ううが必要といでですねで講座の解説をするときは本キャンペーンエントリー時に入力いただいたメールアドレスを講座情報に登録してくださいということで、まあ、全部ね、同じメールアドレスで登録とか解説をすると。他にもね、キャンペーンの詳細についてはこちらの下の方に記載があるんですけども、もう一つだけですね、見ていただきたいんですが、ここですね、特典の V ポイントを受けるためには SNBC ポイントパックの契約が必要ですと。 本キャンペーンにエントリーする SNBC デビット引き落とし講座で SNBC ポイントパックに契約をするか、すでに SNBC ポイントパックに契約している講座と同一視点、同一名義の講座でエントリーしてくださいと。SNBC ポイントパックの契約、有無の確認方法についてはこちらということで、これをクリックすると、まあ、こちらのページが出てくるんですけども、まあ、自分がその SNBC のポイントパックに契約しているかどうかですね。まあ、おそらく初めてね、 口座を解説される方は、解説の手続きの途中とかに、s m b c のポイントバックに入るかどうかっていうのを、まあ、入れるところがおそらくあるかもしれないんですけども、もししてるかどうかっていうのを、三井住友銀行のアプリ上で確認することができます。契約がある場合と、契約がない場合っていうことで分かれてくるんですけども、僕の場合、ここに該当するんですが、契約がある場合ですね、ログイン後のトップ画面で、今月の ATM 手数料優待状況ボタンが表示されますということで、まあ、こちらが三井住友銀行のアプリなんですけども、先ほどお伝えした これですね。今月の ATM 手数料優待状況ですね。これが出てるか出てないかで判断することができると。 なのでね、これがない方はですね、まずこれがあるかどうかっていうのをしっかりとチェックしてください。ちなみにですね、SNBC デビットカードについては、こっから発行することができますので、もしアプリを入れ、入れ,たら,入れられてる方はですね、今回お伝えした方法でまあ発行してみていただいてもいいのかなと思います。で、続きまして2つ目のキャンペーンなんですけども、こちら、Web 通帳切り替えということで、それがこちらですね、Web 通帳切り替えキャンペーン、抽選で1万名様に V ポイント3000円相当が当たるキャンペーンということで、まあこれはね、まだ Web 通帳切り替えてない方向けのキャンペーンにはなるんですけども、もしまだ切り替 されてない方はですね結構チャンスかなと思いますキャンペーン期間すでに始まっておりまして10月29日まで開催中でございますまあ、切り替えの方法についてはめちゃくちゃシンプルで web 上とかアプリ上 ATM 上まあ、こういったね3通りのやり方がありますんでこれはね公式ページを見ながらぜひ参考にしてみてくださいで今回のこのキャンペーンの対象となるお客様ということで8月15日2021年の8月15日時点で三井住友銀行の普通預金口座をすでにお持ちの方と で、特典として抽選で1万名様に V ポイントが3000ポイント、3000相当がプレゼントされるということですね。で、もし V ポイント不要、またはポイント効果の手続きには先ほどお伝えした SNBC のポイントパックの契約が必要ですので、ここは気をつけてください。で、キャンペーンの参加条件なんですけども、 以下の3つの条件すべて満たしていることということで、キャンペーン期間中にウェブ通帳への切り替えの申し込みをすると。そして、2021年の10月29日時点でウェブ通帳に切り替えいただいた口座の普通預金残高が2万円以上あるということ。そして、2021年10月29日時点で s n b c のポイントパックの契約があること。もうこれらを満たした状態で、抽選でこちらがもらえるということですね。まあ、そんなに難しくはないかなと思います。得点の表時期2021年の12月末頃と。で、エントリーはない ので、とりあえず切り替えればオッケーみたいな感じですね。なのでね。まだウェブ通知を切り替えどうしようかなって迷ってる方はこのタイミングでね。参加してみてもいいと思います。続きまして、3つ目のキャンペーン、こちら三井住友銀行の line アカウントとネットバンキングの連携ということで、それがこちらのキャンペーンなんですけどもまあ、v ポイント2000相当が1000名様に当たるチャンスということで、このキャンペーンちょくちょく結構開催されてたりするんですけども、期間がすでに始まっておりますし10月29日まで開催中でございます。やることめちゃくちゃ簡単で、応募方法は簡単。2ステップということで。三井住友 とも銀行の LINE 公式アカウントと友達になるとまあ、友達になるって表現がちょっとあれですけどもまあ、LINE の友達追加ですね で、ステップにはインターネットバンキング、s m b c ダイレクトと連携すると。まあ、画面繊維こんな風に出てますんで、この流れの通りですね、やれば、LINE アカウントと連携することができます。ちなみに、LINE アカウントとね、連携した場合は残高とか、入出金明細とかが一応 LINE 上で確認できるみたいなんで、まあ、そんなに使わないとは思うんですけどね。まあ、こういった便利機能もありますよということですね。で、詳細で一部ですね、ちょっとお伝えしてなければいけないところは一つだけあるんですけども、応募資格ということで、本規約に同意していただいた方、ご自身の LINE アカウントを保有する方、 本キャンペーンで連携した三井住友銀行のインターネットバンキング口座内に2021年の10月29日時点で4000円以上の残高をお持ちの方ということですのでまあ条件は結構ね緩いんですけどもこの4000以上を入れておく必要がありますのでこれはねちょっと一つ気をつけておいてください。あとこちらも同様にですね先ほどお伝えしてた SMBC のポイントパックの契約が必要ですのでここもね気をつけておいてください。ではですね今お伝えした3つのキャンペーンサクサクっとまとめるとまず紹介キャンペーンなんですけどもまず紹介した方された方に V ポイントが1000 演奏とがもらえるキャンペーンで、期間は10月31日まで開催中でございます。紹介した方に関したら、エントリーをした後に紹介コードを相手の方に伝えると、お友達やご家族にお伝えすると、その後に紹介された方ですね。してもらった方に関したら、エントリーをした後に三井住友の smbc のデビットカードを発行すると、その後に利用するとこの利用する金額というのは特に決まってませんので、まあ少額でね。使ってみてもいいと思います。で、付与されるのは2022年の1月末までに口座に付与されるとで、ここにはちょっと載せてないんですけども、抽選で予備棒がですね。もらえる。 キャンペーンもあります。次にウェブ通知を切り替えのキャンペーンなんですけども切り替えをすることによって抽選で1万名様に V ポイント3000相当がもらえますで期間に関したら10月29日まで開催中で対象となるのは2021年の8月15日時点で三井住友銀行の普通預金口座をお持ちの方ということでございますで条件はちょっと長いので省くんですけどもこれを満たしている方で付与されるのが2021年の12月末ということでまあ、当たったらラッキーかなみたいな感じで参加してみてもいいと思いますでもう一つ三井住友銀行の LINE 公式アカウントネットバンキング連携 キャンペーンということで、抽選で1000名様に V ポイントが2000円相当をもらえるキャンペーンなんですけども、こちらは10月29日まで開催中でございます。応募資格に関したら規約に同意することで、LINE アカウントを保有していることで、あとは2021年の10月29日前で残高に4000円以上入っているということですね。で、条件は三井住友銀行の LINE 公式と友達になった後にネットバンキングと連携すると。そうすることによって2000円がもらえるチャンスがあるということですね。で、で当選が当たってるかどうかに関したら2021年の12月中をめとということでございます。まあそんなこんなで今回は SNBC、まあ、デビットの紹介キャンペーンや三井住友銀行のキャンペーン大きく3つお伝えをさせていただきました、まあ、僕もねちょくちょく三井住友銀行使ってて手数料の優待とかもうまく利用させていただいてるので、まあ、ほとんどね今はキャッシュレスなんで現金を使うことはないんですけども重宝してる一つのサービスでございますで先ほどからちょくちょくね登場してた SNBC のポイントパックとか、まあ、これについては公式のリンク概要欄に貼っておきますんで詳しく知りたい方はですねそちらを見ていただければといいと思いますし先ほどから お伝えしてた s m b c のデビットカード、こちらの発行検討されている方いらっしゃれば、まあ僕のね、招待コードを使っていただければ、僕もすごくテンションが上がりますんで、ぜひね、詳細気になる方いらっしゃれば、こちらもチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました